住民等の方に対しまして、ピーホスおよびピーファについての血中濃度調査を実施します。外部の有識者委員会の報告を受けて、山本正則町長が方針を示したものです。血中濃度調査の対象は、暫定目標値を下回ったことが確認され、再給水が始まった。去年11月22日以前に。 飲用水として炎上浄水場の水を利用した住民です検査は希望者に対し全額公費で行われ町では半減期とされる5年後の再検査も検討しています有識者委員会の報告では血液検査について住民がストレスから解放されるかもしれないなどのメリットがある一方血中濃度が高かった場合医療的に下げる方法などが分かっておらず かえって不安が増す可能性があるとしています住民の方々の思いもしっかりと考えた上で総合的に決定させていただきました